ウィントブレイク持ってるよ。リュウさん、リュウさんお願いします。さばきよ、今だ、チャンスさばきよ、いけいけいけ、さばきよさばきよ、いけさばきよさばきよさばきよ、いけるかいけるかいけないのか、どっちなんだ。いけるのかいけないのか。あー、燃えた燃えた、いけなかった。なんで応援から実況に変わっちゃってんの途中から。あ、ワッキーも代わりに決めといたぜ。シバか。あー、残念。女ね、本名を出すな。知らないよ。死んでる。何どうしたどうしたどうした、何を食らったの。言うたやんか、ちゃんと言うたやんか。俺何言った、聞いてないよ。俺死ぬなよ、言うたやんか。死ぬなよだけ。周りの虫を倒してくれよ、虫が取り込まれていくよ。あ、そうすると強化されるってこと。DPS が足りないよ。2人いるけど。あ、でもあれか、2人とも遠距離なのか。遠距離とか炎症てか、2人ともなんで喋んないの。意識足りてねえぞ。いやー、強敵だと思う。無言になると思う、強敵。召喚士と黒魔法師だもんな。どっちが LB 打つのか問題があるの。ここはアウンの呼吸でいけるから大丈夫。言葉は喋らないけど呼吸はもうぴったりってこと。みんなこれアウンの呼吸でよろしく。これ最後じゃないよ、はい、え、アウンは疲れちゃった。刺された。負けー。スクッとしたんだよね。ハチがファイナルスピア使うから優先で倒した。やばい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 。待って。待ってくれ。待ってくれ。マジで。ファイナルスピア。はい、次行きまーす。もちろんハチから攻撃してくれてるんだよね。あ、俺はもちろんそうしてるけど。まあ、わからん。ちゃんと言うんだ俺の名前を。やってるよ今、ちゃんとやってた。さっき言いました。ああ、蜂が多い。任せろ。いやいや、またチクッとすんぞ。誰がデスクロを攻撃してんの。ダメよ。さっきのやってるは何だったんだよ。あれどっちだ。どっこどこ行けこれ。これは拾ってやるぞ。ボスと反対側走って飛び降りるよ。これか。めちゃくちゃ敵いいんじゃねえかも。え、飛び降りた。飛び降りたらこの様になったんだよ。なんか別のところに飛び降りたの。うわぁ、そこの敵がいないから多分連れてったんでしょ。何静かに探しに行ってこれだよ。めちゃくちゃ責任転嫁がすごい。次のボスは感じて絶対に合うと思うよ。考えて聞かなくていいから、とりあえず感じて聞かなくていいの。なんで友達とやってんのか教えてくれないの。なんかね、悲しいパーティーっていうか、なんか冷たいな。いやだからそのこと言ってる。感じられないよ。もっくん説明してあげて。ここのエリアに最低4人いなきゃいけないんですよ。ああ、わかりやすい。だからここは難しくないよ。みんなが行くと、みんな動き始める。これが集団し、え、なんで行っちゃうん。やばい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 。怒られるやつ怒られるやつ。戻る戻る戻る。
今バッキュー前に出てなかった？いや、いたやん。本当は出てた。結局話聞いてねえじゃん。バッティンさんの技何？めっちゃ光ってる。こうホーリー。ホーリーが画面が真っ白で転換起こしそうだもん。めちゃくちゃすごいな、ホーリー。あの味方のエフェクト、エフェクト、そう、簡略化っていうか。すげえ光る。ホーリー脳いかれるわ。俺急に黙ったら多分気絶してるから気をつけて。気をつけて、来るよ。なになになに。あああれ？アバキオ？アバキオ？相当の滞在。生きてた。味方に敵がいる。逃げろ。アバキオ。あれスタート地点戻っちゃった。クレジット入るんだよ。いるやん。入れてで GPS が一人足りないぞ。果たして俺らはクリアできるのか。続くのかい。ごめん、キが死んだ。おいほらほら連れてきたぞ。ほら攻撃しろ。あ、いけない。バトル範囲を超えてるためできないですけどね。あ、死んだ。アバキオなんで切ったの？やばいやばいやばい。嘘だろ。逃げろ逃げろ。何してんの？嘘だろ。こっち来た。エリア超えてる。こっち来た。こっち来た。どうなってんの？いや、お前じゃん。全然続く気しないんだけど。もう4時っすよ。じゃあ鈴木は明日？明日何時集合？え、時間決まってんの？明日5時半。早いな、部活かよ。2時間後じゃん。じゃあやっぱり今から行く？え？おやすみ。始まった。始まったよ。あ、辞退してる。はい、みんな。最悪パティンソン。おい、誰だ今ザコって言ったやつ。ね、明日に撮っとこう。余裕でしょ。お願いお願い、こう行くぞ。耐久馬ハブとは。じゃあ行くか。俺だ。次行くんだったら行っちゃいましょうよ。行こう行こう。行くよ。え？納得いかんな。納得いってない人がいる。ルイゾはさ、なんであんなに強かった？人々の祈りがルイゾを手にしたからじゃないですか。なんで、がわな。私は友達のあなたたちに聞いてる。このエオスの人たちに聞いてんじゃないよ。賢人だから。なんでそっち側なのか。俺は現実の友達と話するつもりなんだけど。俺エオスの人と話してるんだ。全然納得いかない。なになに、どこ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 。あのストーリーで言ってましたよね。なんでパティンさんそっち側なの。今どこにいるか。スクエアに。エオリスや。もしくは俺の友達の人。ゴールドソーサーで75万ポイントでルイゾワの椅子交換できるよ。それ買ったら見えてくるかも。75万。破産するの。マテリア付きのチャンピオンランスって普通に買えるやつ。竜騎士やってる人じゃないみたいな。チャンピオンランス、チャンピオンランスってあるんですか。じゃあのチャンピオンランスなんじゃない。どういうこと。自分のチャンピオンランス持ってこいってこと。マテリアつけて。えぐい。え、それ本当に竜騎士なんじゃない。竜騎士風。竜騎士風。竜騎士風って何。混乱するから。あ、一応今木工士のレシピ見たらチャンピオンナースってある。え、でもタッキーまた作ってあげてもなくしちゃうよ。おいおいおい、
まだ帯の話してすぐ盗まれんだから。治安が悪いんだよ。ヘオルズがさ。そんなこと言ってるとさ、怒られそうだよね。マジでいつかバーされるどころじゃなくて。夫人はそんなシステムありません。見てる人に誤解を与えないでくださいみたいな。負け棒で買った方が早い。早いかね。最近ちょっとお金をちゃんと節約しよう。今いくら持ってる？今？めちゃめちゃ持ってる。あれ？負ける。また盗まれたの？またかよ。すられてんだ。ちょこちょこすられてる。俺は今どこにいるんでしょう。どうせゴールドソーサーだろ。僕冒険しなさいよ。それは言い返す言葉だ。はい。あれ今日9時見れる。やべ、エアフォースも始まった。そうし。抽選結構見れるっぽい。あー、5等しか当たんないな。くじ交換窓口に平手打ちしてるやつだな。通報しないとダメだな。いる、こういうこと言う人。翌日ハンちゃん行くか。オッケー。選べない。なんだこれ、何が起きてる。え、俺が職業変えたから。いや、レベルは関係ない。制限解除とかになってるとか。うん、なってない。じゃあできん。マジか、ゴールドソーサーできんなんだ俺。マジ俺ソーサーできん。楽しみ。リーダーちょっと昨日暴れたからでしょ。どういうこと。めちゃめちゃ愛してんのに。何度も平手打ちしてたよね。目撃者がいるんだよ。別に悪いつもりでやってるわけじゃない。たとえ NPC だとしても暴力は暴力。人に気の悪いこと言うな。まあ平手打ちが癖になっちゃうと良くないよね。ごめん。これを機に少し反省して、じゃないと捜査入れないから。そうだね。普通に選べたよ。ゴールドソースはザルだな。俺がパーティーだと気づかなかった。履いてないことを知らないだろうな。おい、誰かこいつつまみ出せ。マイク越しに触ってくる。ガル風が。誰誰誰これ。俺の鼻息ではないよ。ガルーダ。ちょっとガルーダの風が。ガルーダ。ガルーダの風が来てる。これで極ガルーダが解放された。極だからさっきより風くんじゃねえの。鼻息じゃねえ。だから俺の鼻息じゃねえつん。ちょっとアバッキューがやばいことになってる。え、道じゃないの。あのね、アバッキューです。道じゃないから。なんだ、違うのか。いや、俺 PS5 のパーティー画面で確認したから。やばい、ごめん、ごめん。あのさ、パティンソンさ、俺、そもそも俺にマージ払ったもん。俺の動画じゃん。やめなよ、FF 初心者捕まえて、そうやってインターネット上に上げる。